い、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、宅建試験の難易度についてお伝えしたいと思います。で、この動画を作るにあたって、ちょっとどうやったら一番、これを見ている方に伝わるのかなと思ったので、いろんな角度からちょっとお伝えしようかなと思っております。で、まず最初にお伝えするのは合格率。で、その次が他の資格との比較。他の資格と比較して、宅建試験がどれだけ難しいのかっていうところですね。をお伝えをする。で、その後、実際に宅建試験で出題される分野ごとの難易度。これをお伝えしようかなと思います。大きく分けて3つですね。で、まず1つ目、まず合格率なんですけども、これ正直私はですね、あまり当てにならないなって思ってるんですよ。で、これなぜかというと、これ宅建試験の合格率は 15% から 17% なので、100人受けたら、合格するのは、まあ、15人から17人ぐらいっていう話なんですよ。つまり85人が落ちているっていう話なんですけども、これ受験している人たち、どんな人たちなのかにやっぱりよるんですよね。ちょっと極端な話をしちゃうと、例えば東大生のみしか受けれない試験があって、で、それの合格率が 50% でしたってなってくると、この合格率 50% だけ見たら、簡単なように覚えちゃうんですよね。覚えちゃうけれども、実際それ受けてる人は、全員が東大生なんですよ。となってくると、東大生の中でトップ 50% に入らないといけないってなってくるから、まあ難しいわけですよ。だから、単にその合格率っていうこの数字だけ見ても、正直、あまりわからないなって私は思うんですよね。難易度ってわかりづらいなって思ってます。なので今からお伝えをする、他の資格との比較の方がいいんじゃないのかなって私は思います。まず国家資格の中で宅建ってどうなのと、難しいの、簡単なのっていうところからお伝えをすると、一般的に調べてみると、まあ、普通ぐらいで載ってるんですよ。普通って載ってるんですね。ただ私が実際思った感じで言うと、やや難しいんじゃないのかなって思うんですね。私自身が持っている国家資格で言うと、行政書士と宅建と FP2 級なんですね。 FP2 級っていうのは正直理解してなくても合格できる資格だなって思ったんですね。とりあえず丸暗記、過去問とかを丸暗記しておけばある程度もう合格できます。で、一方で宅建試験っていうのは丸暗記しても合格できないって私は思ったんですね。まあ実際私は丸暗記で初めは勉強してました。先に FP2 級取ってたんで、まあ、同じように宅建も勉強してたんですけども、4ヶ月ぐらい宅建試験の勉強を本気でやって、過去問50点満点中18点か19点しか取れなかったんですね。なので、まあ、そこから勉強の仕方を変えて、一回には合格しましたけども、FP2 級と比べたら、全然宅建の方が難しいなっていう感覚でした。まあ、そういった意味で、やや難しいっていう感じですね。で、これよりもちょっと難しいのが、まあ、行政書士試験ですね。だからまあ、本とかに載っている普通って書いてあるけれども、まあ、それよりかちょっと難しいんじゃないのかなって私は思っております。一方で、比較の対象を民間資格にします。この民間資格、例えばなんですけども、私が持っているものでちょっと恐縮なんですけども、生命保険の募集人、あと損害保険の募集人、まあ、これ資格がいるんですね。あと住宅ローンアドバイザーっていう資格もあるんですよ。で、これらと比べたら全然宅建試験の方が難しいです。もうこれらっていうのはもう2週間から1ヶ月ぐらい勉強したらこれ全部合格できる資格なんですね。で、もう理解なんか全く不要です。全く不要。もう FP2 級よりももっと全然簡単です。だからこれらと比べちゃうと宅建試験は難しくやっぱ感じるんですね。なので一概に宅建試験が簡単とも言えないんですよ。それなりにやはり勉強は必要です。で、一般的に、標準学習期間っていうのが6ヶ月って書いてあるところが多いんですね。大手の予備校さんだとか、大手の通信講座さん、6ヶ月って書いてあるんですけども、正直6ヶ月で合格するのは難しいなっていうイメージです。実際私が6ヶ月間でじゃあ合格できましたかって言われたら、おそらくできていなかったと思います。私は4ヶ月間思いっきり勉強して、過去問18点か19点しか取れなかったんですよ。そうすると勉強期間6ヶ月間しかないってなったら、残り2ヶ月間で合格レベルまで持っていかないといけないわけですよね。私はそれは正直できていなかったです。私はその後約半年残ってたんですよ。
12月の終わり頃に勉強を始めて、で、4ヶ月間丸暗記学習をして、過去問18点か19点。これではまずいと思って、その後、半年間、試験日までの半年間で理解学習に変えて勉強したんですね。で、一回に合格したんですよ。つまり、理解学習をいきなり行うことが可能であれば、半年間では合格できると思います。ただ、いきなり理解学習を実践できるかっていうと、正直それできる人って多くないと思います。私自身、国立の大学を出てますけれども、それでも10ヶ月間でギリギリ合格だったっていうイメージなんですね。点数はそれなりに良かったです。合格点プラス5点で合格はしてますけれども、簡単とは全然思わなかったんですね。難しいなっていうもうイメージしか残ってないんですよ。だからネットとか本とかに半年で合格できるって書いてあったとしても、それは安易に信用はしない方がいいんじゃないのかなと私は思います。で、続いてちょっと分野ごとにいきますね。宅建試験は大きく分けて4つの分野に分かれます。権利関係、宅建業法、法令上の制限、税その他。この4つに分かれるんですね。で、まず権利関係。これはですね、民法とか、区分所有法とか、不動産登記法とか、借地借家法とか。まあそういった法律を学ぶんですけども、正直難しいです。正直難しい。初めて勉強される方にとってはこれ難しく感じると思います。理解していないと、法試験解けません。過去問とかを何回か何回か復習して、その問題覚えちゃえば、その問題解けるんですけども、過去問そのまま似たような問題が出るというよりも、やっぱちょっと変えてくるんですよ。状況を。なので、理解をしていないと、やはりなかなか得点するのが難しい。っていうのが現状です。で、続いて、宅建業法。これは比較的簡単です。簡単。まあもちろんね、初めて勉強される方は、ちょっと難しいって思うかもしれないけども、ちょっとやっていただくと、これ点数取りやすいです。ただ、引っ掛け問題が多いので、これ引っ掛け問題に引っかからないようにするっていうところですね、注意していただきたいのは。で、法令上の制限、初めて勉強される方は難しいと思います。私自身、これすごく難しく感じたんですね。で、これなぜかというと、イメージができないんですよ。この権利関係っていうのは、例えばお金貸しました。不動産借りましたとかね。そういったことって実体験としてあるわけだから、意外と分かりやすいんですよね。難しいけれども分かりやすい。一方で、法令上の制限って全く分からない、イメージできないんですよ。例えば、宅地造成等規制法とかっていう法律があって、土木会社に勤めているとかね。そういった方はイメージできるかもしれないんですけども、別に私は土木関係の仕事もしたこともなければ、宅地造成を行ったこともなければ、宅地造成っていうものも、そもそももともと知らなかったんですね。で、そんな方からすると、これ難しく感じるんですよね。あと、都市計画法とかも、都市計画法ってどんな法律みたいな。で、テキスト読んでもあまり意味がわからない。もうそういったのはずっと続きましたね。この法令上の制限。だから、初めて勉強する方はこれ難しく感じます。ただ、ただなんですけども、これ、実際問題って、本試験の問題って、過去問とよく似たような問題が出てくるんです。ほとんど変えていない。もうほぼほぼ過去問解いていたらこれ解けるよねっていうような問題がちらほらあるんですよね。もう過去問通りって言ってもいいかもしれないです。だそういうことを踏まえると、とりあえずわからないなりにも丸暗記でいいから過去問10年分、15年分を、もう何度も何度もやり直し丸暗記している方からするとこれは優しく思えてきます。内容分かってないんですよ。内容分かってないんですけども、なんか解けるようにはなるんですよ。だから、まあ、初めは難しいかもしれないけども、過去問を繰り返しやっていたら、解けるようにはなる。というのが、法令上の制限です。まあ、もちろんこれも、イメージしたりとか、理解をしていく方がいいんですよ。もうそっちの方が、より解きやすくなるけれども、まあ、初めはそうしなかったとしても、とりあえず過去問を何度も何度も復習していたら、解けるようにはなります。で、税その他ですね。税その他はこれ優しいです。比較的優しい。他の分野と比べても、まあ一番優しいんじゃないのかなと思います。まあ覚えちゃったらこれ得点できると。これも過去問通りの問題が多いんですよ。一つ注意が必要なのは所得税です。まあ譲渡所得と呼ばれる部分なんですけども、これは難しいです。所得税についてはちょっと別扱いで難しいです。ただそれ以外は比較的簡単ですと。いうところですね。いかがでしたでしょうか。宅建試験は、簡単でもないし、難しすぎるっていうわけでもないです。
私の感覚からするとやはり1年ぐらいは勉強した方がいいんじゃないのかな。1年ぐらいの勉強期間、余裕を持って勉強した方が私はいいと思います。もちろん試験4ヶ月前、5月とか6月から始めて合格できないことはありません。合格はできます。ただそれなりに勉強しなきゃいけないし、また勉強のやり方も間違えずにちゃんと理解をしながら学習するってことができないとなかなか難しいので、宅建合格を目指すというのであれば、まあ、できるだけ早い時期から勉強始めるのがいいんじゃないのかなと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。